2022年セパダ準別首位打者。若月とか口によりつく言うか。日ハム優勝やん。ハムばっかじゃねえか。太田、宇佐美、大城の変則的に巨人3人も入っててくさ。牧原打ちすぎやろ。こうして見るとシーズン通して打順固定される選手ってほとんどいないんだな。大城はなんでこの打率で8番打ってるんだよ。ハムは強打のチームだったんやろな。相手って3番でこんな打席立ってたんか。30試合は出てないとあかんやろ。よし全球団いるな。1番2番3番8番9番がハムやんけ。3番はソフトバンクなんだよな。太田やるやん。100やと微妙やな。200くらいの分母は欲しいわ。牧原は出塁率やばそうやな。日ハム優秀やね。